こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は茨城県の児童へ向けたものです。今日は小学4年生の算数折れ線グラフの書き方について学習をしていきます。教科書の16ページを開いてください。16ページに1年間の気温の変わり方の表があります。上から東京、仙台、沖縄と続いています。この表は東京の1月から12月までその気温の平均気温の変化の様子を表したものです。例えば東京の1月は6度、2月も6度、3月が9度のように横に見ていくことになります。まずは変化の様子、変わり方の様子について考えたいと、今回は上海を使ってグラフを作ってみたいと思います。上海の1年間の気温の変化の様子を折れ線グラフに表してみました。今日の目当ては折れ線グラフを書いて変わり方を調べてみることです。ではグラフの書き方を説明します。17ページの上の方眼を見てください。よろしいですか。でグラフの書き方、まず一つ目です。横の、軸、横の軸もうすでに目盛りが書いてあります。皆さんの教科書にはまだ書いていませんね。1月から12月までこの横の目盛りをまずは書き込んでください。よろしいですか。次は縦の軸です。今から上海のグラフを書くのですが、上海は29度、上海の夏は29度まで気温が上がります。なのでこの左側には一番上が30になるように今から書き加えます。皆さんも書いてくださいね。いきますよ。よろしいですか。ではグラフを書いていきます。グラフを書くためには16ページの表をもう一度見る必要があります。上海の1月の気温は何度ですかね。そう、5度です。上海の1月は5度、なので皆さん1月の5度のところに点を書いてください。できましたか。では2月はどうですか。2月7度です。2月が7度、そこに点を打つことができますか。2月の上海の気温7度、同じところに打てたかな。じゃあ3月はどうだろう。3月です。3月は11度です。3月は縦の目を盛り11度、3月の11度はここですね。今先生は点を3つ取った。皆さんは4月、5月、6月と
点を取って、さらには結んでみてください。まっすぐの線でそれぞれ結んでみてください。そして、完成したら、表題を書き込んでください。では、今から皆さん、グラフが完成してから次の映像に入っていきますので、ここで一旦映像を止めてください。皆さん、上海の1年間の気温の変わり方、グラフは完成したでしょうか。映像を見てください。1月が5度、2月が7度、3月が11度。ここから先、皆さんの取ったものとどうですかね、同じですか。気温がどんどん高くなって、さらに低くなっていくと、その様子が折れ線グラフを使うとよくわかる。それでは練習をしてみます。皆さんの今作ったこのグラフ、この方眼に、今度はエジプトのカイロの気温の変わり方を書き加えてみました。エジプトの気温は16ページ、教科書の左側のページに書いてありますね。そちらを見てグラフを完成して、で、そこからまた次のお話を進めていきます。一旦動画を止めてください。皆さん、カイロの折れ線グラフは完成しましたか？画像を見てください。上海のグラフとカイロのグラフ、カイロの折れ線グラフを赤く書いてあります。皆さん、カイロと上海のグラフを見比べて気がついたことをいくつか挙げることはできますか？ここが違う、ここが同じだ、こんなところに僕は気がついたよ、ということをいくつか書いてもらってよいですか。では時間を取ります。また映像を止めてください。皆さん、上海とカイロの気温の変わり方の違いが説明できましたか？1月、2月、日本では冬ですね。1月や2月のカイロと上海は気温の違いが大きいんですが、それがどんどん小さくなってくるんですね。これは上海の気温が急速に、ね、上がることに対して、カイロは緩やかに、ね、高くなる、ここから来るのですかね。または気温がの下がり方もそうです。皆さんは気がつきましたか？また8月のところ、8月は気温がカイロも上海も同じ29度になります。そして7月には上海の方が高いんですね。こういったことにも気づけると良いですね。皆さんは他にもたくさん気がついていることがあると思います。折れ線グラフを使うと気温の変わり方が目で見てパッと見て分かる、そういった良さがありますので、これからもいろいろなグラフを書いてみてください。皆さん、17ページの下の方眼まだ残っていますね。その17ページの下の方眼に、先ほどの表の中で東京、仙台、沖縄、それからベルリン、ニューヨーク、さらにのリオデジャネイロ、この都市の中から自分の好きなものを選んで折れ線グラフを作ってみてください。折れ線グラフを作ったら、上海やカイロなどとの違いをまた考えてみてください。皆さん、折れ線グラフはできましたか？上海とカイロ以外の6つの都市の折れ線グラフ完成するとこのようになります。皆さんが作ったのはどの折れ線グラフですかね。また
自分が作ったもの以外、もう一つ、もう一つ、もっとたくさん作って、これからの時間を有効に使ってもらえればと思います。そして、折れ線グラフについて学んだことを今後に生かす、どんな場面で生かせるかな、いろいろ考えながら生活をするのも良いですね。これからも算数の学習を続けていきましょう。では、今日の学習はここまで。